皆様こんにちは。福岡の七夜、春町七店の吉住かなです。明日はいよいよ、春町の冬セール、初日になっております、はい、ということで今は、商品の説明をできる限りしております。で、なんせウェブカメラですから、あの時計のいい感じのこういい雰囲気でお出しするっていうのがちょっと全然できずに悔しい思いをしております。はい。時計は厳しいですね。やっぱこう、いい感じで。で、照らそうと思ったら光りますしね。あれ、どうしてるんですかね、なんか、昔のディノスの、プロの仕事ですね。ということで、はい。時計をずっと、ご紹介しておりました。はい。で、引き続きずっと今、時計をしておりますが、オメガです。オメガのスピードマスターのプロフェッショナル、手巻きです。はい。で、これは今短いですが、ちゃんとコマも結構揃っております。はい。ということで、定価が388,500円の、オメガのスピードマスタープロフェッショナルですね。はい。ということで、はい。128,000円でご用意しております。箱付きです。オメガのスピードマスター手巻きです。128,000円でご用意しております。それから、タグホイヤーです。タグホイヤーの彼らですね。はい。これですね。文字盤が結構光るんですよね。ですから、こういう撮影の時にはかなり苦労しますが。裏付けです。裏付けのタグホイヤー、彼らです。はい。158,000円でご用意しております。カルティエのロードスター。黒のですね。これ定価は915,000円ほどします。はい。で、ちょっとですね、残念ながら、ちょっと小傷が目立ちます。はい。ちょっとぼっこりではないんですけど、使用時につく、小傷が。文字盤自体にはついてないんですが、小傷がちょっと目立ちます。はい。ということで、カルティエのロードスター。とても上品な、時計です。はい。マストタンクほどデカ時計をするのはちょっとっていうふうに、お考えの方には。これやっぱ男性の時計ですね。黒のですので。はい。ということで、はい。398,000円でご用意しております。カルティエのロードスター黒の398,000円です。はい。では、引き続きまた、時計のご紹介を続けたいと思っています。